はい、ウェイキです。見てくれてありがとうございます。今回は、中心化ナスカ使って、新シスね、やっていきたいと思います。ここは、コナミさんとのセットが強力。かなりね。で、これ倒して、友情で、なんとかしてもらおう。はい。うわぁ。この配置よ。で、まず弱点を出して、OK。で、しっかり、OK、殴っていく。うわ。びっくりです。で、友情で倒して。OK。ブラボー。復活？復活か。で、しっかり殴っていって、倒す。で、しっかり削って倒す。強いね。やっぱり友情、コナミさん強いし、アタッカーとしてはね、ナスカが強いんで、いいコンビ。ほい。これもまあ、友情で倒せるかな。友情倒すとただ弱点が出てこなくなるんで、それだけはネックか。オッケー。で、友情出しつつ弱点殴っていく。おお、倒せんかった。これ結構痛くない？今のミスは。で、友情出しつつ倒していく。ちょっとつけすぎたね、角度。はい、倒して。あら、倒してねえな。結構手こずってるねえ。ナスカんとこで止まりたかないね。ああ、めちゃくちゃずらしてもうた。で、ナスカに殴ってしっかり倒していく。強いね、神キラーやっぱ L があるんで。よし、ボス戦。と言いたいとこやけどね、これまた。ファンタスティックな場所におるって。OK。で、雑魚処理やね、とりあえず。とりあえず雑魚処理をしたいんやけど、真ん中当たって、こうやね。これがいい。OK。で、倒す、するな、倒した。いたたたたたた。で、友情で。友情で倒すとね、やっぱ。あれが出らんくなるのは痛いよね。で、下にはまって、殴っていく。おお、あんま耐えれんかったね。跳ね返された。
ハートね。ハート取っときたいっちゃ取っときたいね。あんま取らんような動きしようか。じゃあ一回殴って終わり。はい。で、これでしっかり倒して。はい。オッケー。で、ハート取りつつ、ちょっと削っていこう。はい。で、これで貫通変化して、倒す。おいし。ここまではいいけどね。で、あ、コナミさんに当たりたいね。なんとか。OK。あー、いいね。1体倒せば十分。十分じゃないね、これ。でも倒せるよね、これ。殴るだけでも。ね、強いもん。うーん。はい。これでちょっとでも殴っていきたい。削るのは結構大変ね。ここをちょっとこいつを駆使していきたいとこやね。もうさっと倒しておきたいんで。全然倒せんかった。そっか。そうね、嫌な配置なるね。厳しい。ここは使っていこう。瀬戸もあわよくば倒しつついきたいとこではあるけどね。はいはいはい、オッケー。うん。十分かな。回復もできたし。これはちょっとしっかり弱点を。やば。痛い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 。やばいって、それは。で、倒していく。2ターンか。まあまあ。こいつ何回か殴っといて。おお。危ねえ。まあでもそれでこれで倒せるやろ、さすがに SS 使えば。使わなきついかな、さすがに。ああ、いや微妙やったな、剣があったんで使わんでもよかったかもね。で、ラスト、これでもあわよくばさ、ハマるだけじゃなくて、この友情使ってどうにか、あれもしたい、減らしときたい。オッケーオッケーオッケー、これこれこれ。さあ、どうするよ、それ。オッケー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 、いいね。反射ここら辺きついな。あそこに下に入らなきゃ。で、おお、まあ倒したね、とりあえずは。2体だけ当たって、で、変化はそのまんま。うん、
わ、これ、当たっと。当たっとった時は最悪だよね。当たっとった時が最悪なんで、あえて行くのは行くけど、これで行こう。全然最悪ないけど、もっと最悪やった。まあいいか。あそこおるの鬱陶しいな。ふう。弱点ね。最悪。で、瀬戸倒してガンガンって入りたいね。あ、うわ。これ一生入れんやつやな。また。入るの下手すぎワロタやな。こうなったらアザトーストかな、強いよね。で、これで倒しつつ反射なって、OK。これは縦のが強そうやけど。OK。はい。ってことで、終了。うん、強いね、やっぱり。結構ギリギリやけど、下手くそやなんで。まあ、下手くそとも勝てるってことで、このメンバーなら。